時刻は夜8時を回りました。日曜日の憂鬱の時間です。日曜日の憂鬱の時間です。番組パーソナリティのカットしない美容師仲間君弘と争わない弁護士工藤敦子です。よろしくお願いいたします。お願いします。この番組は日曜日の憂鬱な時間を希望に変える内容となっております。最後までご視聴どうぞよろしくお願いいたします。はい、また番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス、宛先は 797@fmgino1.com 797@fmgino1.com までお願いします。また YouTube でも同時に、配信をしております。FM ギノワン日曜日の憂鬱を検索していただけると、こちらも、ご視聴できますので合わせてお願いします。で、こちらもコメントを、YouTube の方にもコメントを募集してますので、ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということで、はい、1月8日ですね、2023年。はい、そうですね、はい、1月第2回目の放送ですね。そうですね、3連休ということでですね、はい、また明日が成人の日ですね。うん、ね、本当ですね、はい。成人式ですね。はい、去年のね、4月1日から成人年齢18歳に引き下げられましたが、成人式はね、20歳でやる市町村が多いのかなっていうところですよね。はい、そうですね。うん。はい。日曜日の憂鬱も、2023年、今日からですね、沖縄の、方をゲストに続々招いてですね、はい、やっていきたいと思ってますので、今日もスペシャルなゲストをですね、はい、一発目、お呼びしてますので、はい、はい。ちょっと後ほどご紹介したいと思いますので。そうですね。スペシャルなゲストは、じゃあちょっと後ほどご紹介させていただくこととして、まずそのゲストさんからのですね、リクエスト曲の方ですね。ちょっとこのあたりもなぜこの曲を選んだかっていうのはお聞きしたいところなんですけれども、まずは谷村新司さんの今ありてお聞きください。はい。では、ですね、本日、初めてですね、沖縄の方をゲストにお呼びするっていう。はい。ね、はい。はい。じゃあちょっとご紹介したいと思います。本日のゲストはですね、沖縄の、ガス会社をされています、チャタン令和ガスの、池宮城秀明さんです。はい、はい、お願いします。はい、こんにちは、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい本当にちゃんと沖縄ゆかりのゲストさん来ていただいて嬉しいです。嬉しいですね。ね、はい、ずっとね、沖縄って言ってきて、沖縄の人来ないじゃんみたいな感じで。そうなんです。じゃあ沖縄第一号で、はい、ありがとうございます。お呼びしていただいて。はい、今日よろしくお願いいたします。はい、はい、まずガス会社ということですね。うん、このガスっていうのは、どういった形のガスなんでしょうか。はい、ありがとうございます。沖縄県の北谷町に、北谷令和ガスというガス会社がありまして、はい、プロパンガス、沖縄って都市ガスとプロパンガス2つあるんですけど、プロパンガスの方のガス会社になっております。うん、お願いします。沖縄は、あれなんですかね、その都市ガスよりもプロパンガスも結構多いということ。はい、そうですね、島国なので沖縄の都市ガスは、ね、本土だとやっぱ都市ガスがすごい多いんですけど、はいはい、沖縄だと都市ガスは3社4社かなかの数えるぐらいしかないんですけど、沖縄だと230、40社ぐらいのプロパンガスがあるので、その中の一つのガス会社になっております。なるほど、すごい。プロパンガスってね、なんかあったんだっていう、ちょっと失礼なかもしれないですけど、なんかプロパン、なんか昔、ね、うちの地元の長崎でも、よく祖母のとかの家にプロパンガスあったのを覚えてますけど、うん、あんまり
東京に出てくると見たいなっていう感じがしてたんですけど、どうですか、敦子さんは。そうですね、東京にいるとなかなかね、あのどうしても都市ガスになってしまうのがあると思うんですけれども、ヘミヤビさん、こう どうしてそこのガス会社っていうところに注目されたんですか。あ、そうです、僕自身、そのガス業界に、長くいたので、はい、あのそこでこの、その会社、もともといたガス会社でそのずっと長く行くのも良かったんですけど、なんか自分でその立ち上げて、自分で新しく作っていきたいなっていうところがあって。ああ、はい、ね、結構、この一番はやっぱその、なんていうんですかね、お客様を、ガス業界自体がその結構自由料金になるので、はい。なので、そのガス会社によってその価格が違うので、なんか自分でそのお客様のためになんかそのうまくなんかできたらいいなって考えたときに、あの、なんか組織にいるよりは自分でやった方が手っ取り早いなと思って、それで、はい、ガス会社立ち上げました。そうなんですね。もう自由料金ってことなんですね。はい。なので、適正料金っていうその定義がないので、はい、今使っている、はい。はい。このガスを扱うにあたっては何か資格とか必要なんですか？あ、そうですね。国家資格が必要なので、はい。で、またその、なんていうんですかの、扱ってるその商品がやっぱ人の命に関わるものなので、はい。国家資格が必要ですね。はい。僕もちゃんと国家資格持ってます。素晴らしい。あ、それは、あの、ガス会社、以前勤めてたところもプロパンガスを扱ってたの？あ、そうです、はい。以前勤めてたところもプロパンガスですね。そこで国家資格を取ったっていう感じですか？はい、そうですね、取らせていただいて、はい。すごいいい会社だったので、アットホームで。いいですね、今の会社のお名前も、なんか可愛らしいですよね。あ、ありがとうございます。ね、はい、しかも、あの、チャタンはひらがななので、そこがまたちょっと可愛いねって言ってもらって。あ、可愛い。なるほど、はい、漢字だと、漢字でチャタンだと、ちょっとなんか、尖ってる感じがするので、ひらがなでチャタンだったら、ちょっと、はい、可愛らしさが。はい。さすが、はい。あつこさん、ありがとうございます。とんでもないです。でも、出身は宜野湾ということなんですか、ね、はい、出身宜野湾ですね。宜野湾の普天間出身ですね。あはは、めちゃくちゃあれですね。あの、FM 宜野湾の地元なんですね。めっちゃ地元なので、宜野湾の方、はい、もし聞いてる方、僕のこと知っている方いましたら、はい、あの、メッセージよろしくお願いします。メッセージよろしくお願いします。今後、ね、待望の沖縄のメッセージは本当生のメッセージが欲しいですね。ね、欲しいですね。ぜひぜひ、あの、イケメンユギさんのね、お声聞いたよっていう、あの、コメントお待ちしておりますので。はい。なんか、あと、そのガスに対しての思いが強いっていうことを聞いたんですけど、ガスについて語れば、もう、時間でも喋れるっていうぐらいのことを聞いたんですけど、なんか、その辺で、ガスって、ガスに対する思いっていうか。もう、本当ガスでできてるんじゃないかなと思うぐらい、ちょっと、はい、ガスが、あの、プロパンガスが好きなので。この、一応やっぱ、なんていうんですかね、この、業界自体もそうなんですけど、はい、お伺い立てなさいみたいな感じの業界なので、ガス業界は、はい。そこにちょっとこの、なんかいろいろ挑戦していけたらなと思って。はい、なんかプロパンガスは、ちなみにその、なんか、あれ、タンクみたいに入ってるじゃないですか。あれはなんか作ってる会社があるんですか？あ、そうです。これもありますね。はい。いろんな、あの、卸元とか、あの、あとその、この、ボンベっていうんですかね。ボンベの、作ってる会社さんもありますね。はい。そのガス、中身のガスっていうのは、どうやって作るんですか？あれはもう、もう仕入れてますね。あれは、この、ローリーで送られてきますね。この液化されて。液化ガスになるので、ああ、はい、なるほど。え、それは外国からって。そうです。はい、外国からですね。なので今、その原油、やっぱ原油のその値段とかで、やっぱ、そのガス料金ってやっぱ、左右されるところが大きいので。で、今、やっぱ原油が、やっぱ、その、上がったりとか、その、都市ガス上がってるんですけど、はい。いや、実はプロパンの方は下がってるんですけどね、仕入れは。そこで、便乗値上げしてるガス会社さんいましたら、ぜひうちに連絡してください、本当に。ご提案できますので。もう、チャタンではガスさんとしての、これが売りですみたいなのありますか？一番やっぱその、対応を、やっぱそのお客様に、
喜んでいただきたいので、そのお客様に対して、当たり前のことなんですけど、その迅速、丁寧で、はい、喜んでいただける対応を心がけてますね。はい。うちガスの料金は安い方になるんですけど、安さで勝負してしまうと、どこも真似してるときに何も残らないので、やはりそういったところのサービスを、はい、力入れてやっております。ちなみに、チャタン町がその、ホームじゃないですか。はい。結構その、幅広く沖縄の県内だったら、プロパンガス、全然、いけるんですか？いけるっていうか、この、はい。ガスって保安距離がありまして、はい。その、緊急対応時にその対応できる距離っていうのがやっぱ決まってるので、範囲はやっぱ決まってるんですけど、はい。その中でもうちは、北部から南部全区域対応できます。はい。素晴らしい。はい、対応しております。いいですね。ぜひぜひ。はい、沖縄の方ね。はい、もう。あれ、ちなみに1本、1つのタンクでどのくらい持つんですか？まあ、世帯によると。いや、もう世帯やっぱりよるので、そのガス器具が何をついてるかにやっぱ変わってきますね。ガスの器具で一番使用量が高いのはガス給湯器になるので、湯沸かし器なので、それがついてるかついてないかで、やっぱ使用量は変わってきますね。なるほどです。まあ、でもガスね、生活必需品ですからね。ライフラインですからね、お客様の。ないと困りますよね。うん、なんかプロパンガスは電気がなくても一応、なんていうんですか、使えるんですか？はい、プロパンガスはもう、この停電とかにもやっぱ強いの、災害にやっぱ強いのが一番メリットですね。なので、沖縄って台風多いので、なので、プロパンガスがやっぱ多いのかなと思いますね。オール電化にしてしまうと、停電になった時に、全部使えないんですけど、これをその分けてると、はい、コンロだけは使えたりとかできるので。はい、なんかガス、はい、ガスで発電できるその仕組みもあるので。今、例えば地区によって例えば都市ガスとプロパンガスが両方ある地区ってあるんですか？もうそれともここの地区はプロパンガスみたいな。もう両方ありますね。両方あって、そのお客様が今選べますね、やっぱり。はい、で都市ガスの範囲は前は那覇が主にだったんですけど、今西原とか宜野湾市の方も今、その都市ガスのもの、引いてますね。引く準備しますね。今工事が入っているところですかね。都市ガスを引くと都市ガスがやっぱり普及するんですか？それとも。はい、これは、お客様次第なんですけど、沖縄だとやっぱプロパンの方がやっぱ強いかなっていうのはやっぱ感じますね。すごいですね。ね、そのプロパンのメリットって何ですか？料金で言いますと、都市ガスの方が安いんですけど、はい、都市ガスだと、設備、お客様負担になるんですよ、全部器具とか。で、プロパンだとガス会社が持ってるケースがすごい多いので、ただその分料金が高いというところがあったりもするんですけど。でも、あとは災害に強いってことなんですね。そうです。災害にやっぱ強いところが一番のメリットじゃないかなと思います。なるほどですね。まあ、ね、都市ガスと違って、プロパンガス、交換が必要じゃないですか。はい。なので、こう、ね、お客様とすごく接する機会が多いっていうことですか。そうなんですよ。やっぱ、ガス会社ってやっぱお客様の台所周りまで入っていけるところがすごい強いので、それが配送だったり、検針だったり、点検だったりとかあるので、なので、なんていうんですか、ガス、やっぱそのガス会社がそのガスを売るだけの時代じゃなくなってくるのかなって僕は思ってて、なので、そのうちの会社ではガスだけじゃなくて、電気とか、そのお水とか、いろいろ、ライフラインに携わるものの商品もありますので、はい、よろしくお願いします。素晴らしいですね。でも、それはすごいですね。ね、素晴なんらか、助かりますよね。なかなか買い物に行けないとかっていう人も結構いるし、ね、ご高齢の方もね、いらっしゃる。高齢の方もそうだし、あとは結構子供がちっちゃいとかなると、なかなか行けないとか、あと、沖縄とかだったら車ないとやっぱり身動き取れないとか、ある人のとこに届けてもらえるといい、嬉しいですよね、そういう。最近、この嬉しかったというか、お客様に喜んでいただいたのが、その引っ越し、やっぱガスって新しく入居するときとかに、ガス、
回線するんですけど、その時にお客様が引っ越してきてるお客様で、荷物運ぶのが大変そうだったみたいので、うちの社員3名かな、みんな手伝ってくれたみたいで、それで、引っ越しも、なんか、手伝い、目の前にあったら、その、手伝いとかもやったりしてくれるメンバーなんで、結構アットホームな感じですね。いいですね。そういうのよろ、うれしいですよね、そういうのが。なんかガスで、本当あれですね、沖縄を変えるみたいな、日本を変えるみたいな。そうですね、もうガスから発信ですね、本当にもう。ねえ、はい、ここに池宮城さんで、ね、来ていただけたら、なんかこう話し込んじゃいそうですよね。あ、もう、はい、もう、これにあと、青森があれば最高ですね。青森。いいですね、青森。うん、青森。うん、そうか、ちょっとね、そうそう、あと、ほら、池宮城さんね、野球関連のことも、すごくサポートしてらっしゃるっていうことなので、はい、どのようなことされてるんですか？そうですね。僕自身が、高校まで、甲子園目指して、すごい野球だけを本当にやってて、で、社会人は、野球をやらないでもお仕事ついたんですけど、なんていう、本気でプロを目指してるときに、どっかで自分がプロを目指せないと実力がわかるときがあって、その時に、今まで何してきたんだろうって頭真っ白になったときがあって、それをこの指導者の方が、なんか選択肢、野球だけ、野球を一生懸命やったその先に何があるかっていうところを教えていただけたら、もっといろんな選択肢が増えたかなっていうのがあったので、それで今その子供たちにそういったことを教えてあげれるように、今野球教室とか、その講演会とかをさせてもらってますね。その野球教室自身が、教えるんですか？そうです。僕は、企画をして、選手、プロ野球選手を呼んだりとか、あと野球に関わる指導者を招いて、企画とかしますね。で、野球教室って大体野球の技術を教える野球教室が多いんですけど、うちが主催する野球教室は、野球の技術と、フィジカルと、メンタルの部分の3つに分けて、野球教室をさせてもらってますね。すごい。素晴らしいですね。でも、野球だけじゃなくて、そういう何かトレーナーみたいなことを、すごくこう、あれなんですか、経験っていうか、学んだとか、そういうことがあるんですか？僕自身がその12月、1月にプロ野球選手の、自主トレのアテンドをさせてもらっているところがあって、そこでその一軍の選手、野球選手のお話を聞かせていただいたときに、これってなんか子供たちにこんな風に作ってあげたら、もっとなんか青少年育成につながるのかなと思って、はい、ですね、はい。なるほどね。そうすると、あれですね、プロ野球の合宿が北谷とかでやるから、そこのアテンドする感じなんですか？アテンドっていうか。プロ野球選手、12月、1月に、キャンプ前に、体作りで自分で来るんですよ。それが、グループで来る選手だとか、個人で来る選手が、やっぱいたりして、そこで、球場の段取りとか、人の手配とかを僕の方がやってるので、で、そこからまた派生して、他の選手から、またご連絡いただいて、段取りするケースもやっぱり増えてきてて、ありがたいことに。で、これ、ボランティアでさせてもらってるんですけど、すごい。はい。じゃ、選手の方々は、やっぱ、請求出してくださいってやっぱ言ってくれるんですけど、お金もらう代わりに、子供たちに野球教室してくれませんかっていうので、野球教室をいろいろ、はい、各チームに回ってさせてもらってますね。そしたら、じゃあ12月、1月に大体その野球教室もやる感じなんですね、そのプそうロ野ですね。プロ野球選手を呼んでの野球教室は12月、1月なんですけど、3ヶ月に1回、各チームを、回ってますね。いろいろ。もう野球って面白いのが、本当に今、科学っていうか、今、いろんな、ボール、例えばボールだと昔は球速しか測れなかったのが、今、回転数、回転軸とか、回転効率とか、全部分かるようになってて、その機械を持っているので、それで測定してあげて、で、そこで、この子は、何がいいですよとか。例えば、昔だと、低めに投げなさいってよく指導者がおっしゃってるケースも、実はこの低めって、その子の投げ方だと、高めがいいボール行ってる可能性があって、
すごい。そうそう。だからこの、その子にあったフォームとその子にあったボールっていうのが必ずあるので、それを、なんていうんですか、その過去の経験値だけで教えてる指導者の方々は、そこをちょっとこの見えてない部分があるので、そこをまた発信しながら。その機械って、なんかこう、自分で購入されたんですか？はい、そうですね。ラプソードっていうまた機械があって。おー、すごい。そう、休息も測れるんですか？球速と、すごいですよ。球速、回転数、回転軸、回転効率と、あとその変化球とかもこの、いろんな角度から、その自分のボールの質がわかるので。でも、そうするとなんですけど、一流のやっぱりそのピッチャー、野球選手のピッチャーとかって、やっぱりすごい、その回転数とかそういうのがすごいんですか？やっぱり、その素質っていうか。僕、このやっぱ感じたことは、平均ってあるじゃないですか。その一流のピッチャーでやっぱいいのが、この平均からいかに離れてるかっていうところなのかなと思ってて。要は、140キロが平均だとするじゃないですか。そして150キロとか150キロ超えてたら平均より10キロ上なので、バッターからしたら打ちづらくなるじゃないですか。じゃあ、130キロ、120キロのピッチャーも、実はボールが遅いっていうだけで、平均から離れてるので、実は武器なんですよ、これも。はい。そうそう。だから、いかに平均値から離れることが、その子の魅力につながるのかなと思いますね。すごい話ですね。はない。るすごい深い。だから、このピッチャーもいろんなやっぱタイプがいるので、卵遅いからといって、このピッチャーはダメではなくて、やっぱその武器になるので、その遅いのが。それをいかに扱いきれる、コントロールがあるか。かなと思うんですね。すごい。すなんごい。かじゃあ、本そう当すると、その、指導してる中で、あ、この子、本当将来素質あるんだな、とかっていうのも、なんとなく分かってくるってことですね。その、機で械もすそうね。ですけど。はい。あと、フォームとかも、体の使い方とかも、やっぱいろんなトレーナーさんのその講習とかもやっぱ受けてきたので、この子はこの体使いいいなとか、やっぱ、ちょっと、分かったりしますね。はい。例えば、よく、指導者で、下半身使って投げなさいって言えば、言う指導者がいるんですけど、それを、下半身使って、投げれてないから、理解してないから、今その子は下半身を使えてないっていうところを理解しないというか、言ってできるんだったら、誰だってできるじゃないですか。それを使えるようにするのが指導者であって、そのアップの部分から、ウォーミングアップの方から、どういった体の下半身の使い方が連動してるアップをしてるかとか、いろんな角度からやっぱあるので、その指導って。すごい、なんかこう、池宮さんから野球とね、あとすごい子供たちへの愛を感じますね。そうで子す供ね。たちは本当未来のあれですかね、宝ですかね、本当に。でも、沖縄は本当、野球選手、すごい有名な人いっぱい輩出してるんで、すごいですよね。いや、実際、高校野球も強いし。そうですね。この高校野球だと、最近だとちょっとレベル落ちてきてますね。これ、僕、県外に特待でいろいろこの案内とかもしてるんですけど、このいい選手がやっぱ、かい、あの、県外にやっぱ流れてるところもあって、これ一番の原因は、特待生の条件か、その勉強もできないといけないっていうところの枠もできてきてて、はい。なので、県外の方がちょっとまたその辺が緩いところがあるので、だったら沖縄で、これだけお金かかるんだったら、県外に行った方が逆に安く、いい学校に行けるっていうところもあったりもするので、その辺、はい、なんか私学とか、いろいろ考えてくれたらなと思うんですけどね。なるはい、野球できて勉強できる人なかなかいないんで。ほどね。すごい、そうなんだ。じゃあ沖縄出身で、県外に行っちゃうみたいな感じなんですね。もう多いですね、はい。本当、ここ7年、実力で選抜、春の甲子園は実力がないといけないので、ここ7年は沖縄行けなかったので、今回沖縄尚学が、九州も、はい、制覇していけるんですけど、久しぶりじゃないですかね、実力で行くのは。すごい、すごい。そうなんですね。そっか、そうなんですね。今日の曲もね、春の高校そう選そう。抜の時の春のね、高校テー選マ抜ソの、テーマソングなので、ング。はい。夏は栄冠は君に輝くなんですけど、春は、今ありて。で、入場曲は、今の時代にあった、曲がせん、あの、選ばれるんですけど、はい。僕の時2000年だったので、選抜が、今でも覚えてるんですけど、
田ヒカルのファーストラブだったんですよ、あの。いや、高校野球関係ないだろうって思ったんですけど。確かに。こうやれ何も考えてないなって、子供ながらに思いましたね、あの時。ああ、なるほど。なるほどですね。ファーストラブでしたの、高校野球の入場曲に。ちなみにその時は沖縄はどっか出たんですか、選抜。選抜出なかったです。はい。あ、出なかったです。はい。出なかったですね。ああ。はい。夏は那覇高校が出たんですけど。ああ。僕ら決勝で那覇高校に負けてしまって。ああ、ええ。これもあるんですよ。本当にその那覇高校と、決勝で、夏の県予選の決勝戦で、当たったんですけど、その練習試合も結構僕ら那覇高校と試合してて、本当にその、はい、2軍、3軍出して、ほんと点差が結構離れるぐらいの差があったんですね。で、最後の、その、夏の大会の練習試合の那覇高校で、これも、その、本当に、その、調整の段階でも、その10点差以上離れてて、で、その相手が決勝じゃないですか。はいはい。やっぱ甲子園行くなって、やっぱ、その、ちょっとどっかで持ってしまうのもあるんですけど、ただ、油断は正直、油断ないって言ったら嘘になるんですけど、ただ準備はちゃんとしてて、その相手の、前の日も、この夜遅くまでそのビデオで、そのホームチェックとかしたりとかもして、やったりしたんですけど、はい。で、その中でこの蓋開けると、その、最初に3点先制されて、で、そのまま 0-0 で行ったんですけど、あ、で、3-0 で負けてる中で、最終回に僕らが追いついたんですよ。3対3の。で、普通どちらかというと実力的に沖縄水産が強かったので、あ、僕は沖縄水産だったんですけど、はい、沖縄水産が強かったので、那覇高校、この追いつかれたら心折れそうじゃないですか。あいつら折れなかったんですよ、本当に。なるほど。で、延長戦で負けて、で、この時やっぱすごい思ったのが、この、夏の県予選の対戦相手とは全く違うチームになってて、その、漫画で、その大会期間中に強くなっていく、そのチームってあるじゃないですか。本当にあんな感じで、なんか別物のチームになってましたね。なので、高校生の、その、なんていうんですか、その伸びしろ、すごいなって本当に思いました。だから、なんていうんですか、だからその指導、野球教室とか、その、なんていうんですかね、この、同じ時代の子たちなのでみんな、その上手い下手って、ちょっとの差なんですよ、絶対に。その、ここで考えてやってるか、考えてやってないかの差で、やっぱそのすごい大きな差になっていくので、そういったところをなんか、その発信していけたらなっていうところもあって。なるほど。素晴らしい。なんかずっとお話聞いてたいんですけれども、はい、その終わりのお時間が近づいて、めっちゃあっていますね。池宮さん、あとあれですよね、飲食の方もやられてるということで、その、はい、お店のアナウンスとかいかがですか？ありがとうございます。茶炭の方で、茶炭の浜川で、そのワインレストランというか、を経営させていただいてます。ワインの出ないワインバーなんですけど、ぜひ、はい、ラクシーナっていうお店なので。ラクシーナですね。はい、わかりました。じゃあ皆さん、ぜひぜひ、はい、ラクシーナにもお出かけいただいて、そして、プロパンガスはですね、チタタン、令和ガスさんの方に、はい、行っていただければと思います。はい。今日はすごい楽しいお話、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい、ありがとうございます。この番組は日曜夜8時からお送りしておりますので、また来週もお聞きいただけると嬉しいです。はい、はい、今日は本当に池宮さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、では皆様、おやすみなさい。